今日は福岡県田川郡にある白糸の滝に来ました。北九州国定公園内にある白糸の滝、その落差は25メートルあります。白糸の滝は福知山の中腹にあり、気軽に山登りができるのも人気の一つです。その中腹にたどり着くまでの山登りのコース、実は2種類あるんです。今回は階段などで整備された緩やかな上り坂の初心者でも安心して登れるコースです。このコースでも十分きつかったです。無料で止めれる駐車場があるので、そこに止めてすぐ山に登ることができます。もう一つは傾斜の厳しい、より自然と親しめるコースです。本格的な山登りの体験を楽しみたい方はこのコースがおすすめで、どちらも駐車場から15分ほどで行けます。かつて松尾芭蕉の門人で芭蕉十哲の一人に数えられる俳人志田の葉が1728年に門人とこの地を訪れ、その声優の様子を野葉の門人で多賀神社宮司の青山文夫が折つくじという書にまとめています。白糸の滝を眺めた後の野葉一行上野城登校、伊左衛門が自作の花瓶にツツジなどの花を織り入れてもてなした時、野葉は絶景の余韻をそのままに投げ入れて滝見顔なり折りツツジの句を読んでいます。拝所折りツツジの中で上野郷白糸の滝は桃源幽谷などと記されています。その他上野郷には赤い鉄橋の梶賀橋や清流があり、清流では水浴びを楽しむことができるなど、暑い夏にはぴったりのスポットです。こちらは滝の右にある南無妙法蓮華経の石踏みです。こちらの滝壺は危なくて入ることができませんが、もう一段下の溜まり場には入ることができます。山登りの後の冷たい水はとても気持ちよかったです。目の前で大迫力の滝を見ることができるので、全身で自然のパワーを感じることができます。滝のすぐ右側にある細い木はエゴノキといって、5月には白色の可憐な花が枝いっぱいに咲き誇ります。そのシーズンには散った花びらが滝の水面いっぱいに散らばって、とっても美しいんだそうです。エゴノキのみならず、草イチゴや山ツツジなど紹介しきれないほどの自然がシーズンごとに移り変わるのを楽しめるのも、白糸の滝に足を運びたくなる魅力の一つですね。